沢風は日本海軍の駆逐艦。ミネ風型駆逐艦の二番艦。艦名は沢に吹く風に由来する。三菱造船長崎造船所で建造。一等駆逐艦に類別。1920年3月にネームシップのミネ風よりも早く竣工し予運転が行われた。しかし、前型の高風型駆逐艦より採用されたばかりの、 パーソンズ社製のギアードタービンを三菱重工業がライセンス生産してから間もないこともあり、故障や事故が頻発した。沢風においては、この横を運転でタービン動力の欠損、タービン軸の屈曲という重大な故障に見舞われる。1920年12月、同警官ミネ風、ヤ風、オキ風と共に第二駆逐隊を編成し、第二艦隊、 第二水雷戦隊に編入された。1930年11月、第2駆逐隊は、第1航空戦隊に編入し、空母、赤城直江として、富士劇の救助を行う、いわゆる、トンボ釣りに従事した。1932年、上海事変において、超高水域での諸作戦に参加。1935年4月、立山海軍航空隊の練習官となり、 1938年12月に予備艦となった際にも同航空隊練習艦として各種飛行訓練に協力。1939年11月、横須賀陳府練習駆逐艦となる。1941年9月、再び立山航空隊付属として各種飛行訓練に協力した。1942年3月から立山を拠点に、 東京湾口で対戦相当に十字。4月17日、三倉島沖でソ連戦、セルゲイキロフを打破し、伊東へ連行。11月8日、横須賀に入港し訓練工事を行う。12月には室蘭までの戦断衛や東京湾口での対戦相当に当たった。1943年3月30日。 横須賀交渉に入居し5月29日まで修理を実施。6月には横須賀神戸間の仙旦護衛を行い、7月は横須賀から室蘭まで仙旦護衛を実施。12月16日から翌年1月13日まで横須賀交渉で修理工事を行った。1944年1月14日、横須賀を出港し、東京湾港で仙旦護衛を実施。 2月から大和瀬を基地として、紀伊半島方面での対戦相当、仙団護えに従事。12月18日、横須賀港に戻り、海軍対戦学校練習館となった。1945年2月4日、横浜に入港し、3月18日まで対戦実験館への改造工事を実施。5月5日、第一特攻戦隊の特攻攻撃訓練目標館となり、 横須賀において無傷で終戦を迎えた。9月15日に除籍され、船体は福島県の小名浜港で防波堤に転用された。1945年2月4日から実施された対戦実験艦への改造工事は一下のように実施された。終戦後、国としての方針は食料増産であり、その一環として漁獲港を上げることにも力が注がれることとなる。 当時の小名浜港は防波堤がなかったため、小規模な防波堤を作ることが急務とされた。しかし、終戦後はコンクリートや石材などの資材が不足しており、配管を沈めればそれだけで数百メートル近くの防波堤ができるため、連合国軍最高司令官総司令部からの強い方針もあり、日本各地で、 軍艦防波堤をはじめとした旧大日本帝国海軍の艦艇を利用した防波堤工事が実施されることとなる。沢風は1948年に浦賀選挙にて解体、改装される。マストや環境など船体上部構造をすべて取り除かれ、海に浮かぶ、怒りを下ろすことができるなど必要最低限の状態となり、その後栗橋に栄光されながら、小名浜港へ到着する。 その後、同年の4月2日に沈潜作業が実施された。作業内容は一家である。蒸気作業を経て、沢風は日本で初めて軍艦を利用した沈潜防波堤として完成し、28年間の駆逐艦としての生涯を終えたのである。その後、同年8月25日に潮風も近くの1号布島付近に沈設された。また、 沢風と潮風の防波堤は、沈設の際から、軍艦の船底には、数トンもの鉛が大量にあると、誠しやかに囁かれており、事実、駆逐艦は、船体の重心を下げ、復元性を高めるために当時は鉛を大量に、使用していた。そのため、防波堤の完成時から、鉛や鉄材を狙う多くの解体業者に目をつけられることとなる。なお、 沢風は当時の連合国軍最高司令官総司令部からの言命もあり、蒸気タービンを取り外さずに沈設したために金目のものが多く、ノコギリやハンマーをはじめプラズマ切断機などが用いられ、鉄板は剥がされ、船内の配線は引き抜かれ荒らされるなどの洞窟被害を被った。複数回にわたり、大掛かりで規模が小さいとは言えない洞窟に発展したことで船内に、 コンクリートが流し込まれるなどの対応がなされた。幸いなことに、機関部などに関しては、海面よりも下に埋設されていたため、洞窟者も手が出せなかったようであり、荒らされるなどの被害はなかった。小名浜港の魚市場前に、沢風を用いた防波堤が完成してから、1年後の1949年2月頃に、魚市場の拡張に伴い、市場拡張の妨げとなる。 沢風防波堤を撤去する計画が立案され、1965年10月に防波堤の解体、撤去作業を開始した。その際に沢風からは250トンもの鉄材スクラップが出ることがわかり、福島県は沢風の鉄材スクラップを競争入札にし、イカリ、三崎公園に保管、展示されている蒸気タービンなども含め、当時は売却が検討された。 この当時、沢風の乗組員が多く存命しており、記念として一部を残したいという声が出たため、岩木市側で申し出るように要請。この話を聞いた、旧海軍軍人及び軍属で結成されている海桜江が沢風の艦先をそのまま残すことを検討したが、大きすぎるため断念。代案としてスクリューを残すことを申し出た情報はあるものの、 長年埋没していた影響もあり、取り出せるかは不明とされていた。この他にも県に対し、旧海軍出身の方々の陳情が提出されたため、岩き市名義でスクラップが払い下げられ、展示などの活用は地元の海遊会に一任されることとなった。解体後、沢風のスクラップは岩き市小名浜市民会館前の広場に活用が決定するまで一時保管されることとなる。 しかし、その後は、約10年近くにわたり、公民館前に風雨をその身に受けながら放置されることとなり、地元民にすら、その存在を忘れられた。屋外にスクラップが設置されてから時は、長で、社団法人海洋学校長サブが、防波堤となった、沢風及び、潮風を調査していた。その過程で、公民館前に、沢風のスクラップが放置されていることを知り、 地元の海遊会を通じ永久保管に乗り出す。また、市民が集う公民館の前に、廃材スクラップが長年放置されていることについて、市民からの批判、反対の声が寄せられていた時期と重なっており、市が古物省へ約15万円程度で売却する寸前であった。そこへ、海遊会などの元軍人たちが駆けつけ、当時の大和田八市市長に記念秘設立の趣旨を、 説明、協力を要請することで売却は一時中断。一行の説明を聞いた大和田市長が、会友会に無償でスクラップ払い下げ、記念費を設立する予定の三崎公園の私有地を提供することを快諾したことで、ようやく沢風のスクラップを用いた記念費が混流することが決定される。百七十三年十一月三日に、当時の県会友会会長が、 吉田正春であり、元教官であるという縁から、高松の宮信人親王を招き、菅魂秘書幕式が執り行われた。また、野外展示されている沢風の蒸気タービンの土台部分のプレートに記載されている、菅魂の文字は、高松の宮信人親王が筆を取られたものである。なお、現在の記念碑は、沢風の蒸気タービンのみが展示されており、 その他に残存していたはずの怒りなど沢風のスクラップがその後どのように活用されたかなどの用途は不明のままである。余談ではあるが沢風の防波堤であった際の埋設地点は現在の魚市場前の防波堤よりも半分ほど魚市場側に近い距離であり現在の防波堤地点ではない。艦長たちの軍艦誌219から221ページによる 階級は就任時のもの、ありがとうございます。